が終わってるよ。すいません。何考えてんの？すいません。いや、何考えてんのって聞いてます。あ、え、ごめんね、休憩時間で15分って決まってるよね。はい。で、あなた休憩入ったの半で、今45分過ぎてるよね。52分だもん。はい。どういうこと？今日混んでんの分かる？15分足したら30。あ、バカだ。30に15分足した、ここだ。55ですか。やばいね、この子。誰採用したの？あんた？ダメだよ。で、休憩中にビール飲むんだ。あ、でも店長いいって言ってなかった。店長言ってた？言ってないですね。言ってはないです、いいとは。けどいいかなと思って。だ、なんかダメ、ダメとは言われて。ごめん、首え、でも店長じゃないですよね。店長なこと。え、店長すいません。なんか加藤さんがなんか怒られちゃって。私怒られちゃったの？なんかビール飲んでたら怒られちゃったんですよ。あ、ビール、ダメ。え、でもダメって今まで言ってないですよね。あ、そうだね、そう言われるとそうかもしれない。だけど、でも、え、ダメって言われてない。離れてるから、それはちょっと。でも加藤さんに言ってくださいよ。あ、でもつだな。加藤さんに言ってください。言えよ。あ、すいません。言ってこい。はい。あいつマジうるせえ。いち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 うるせえから、はい、いちいちお前うるせえから首って言ってきて。早く行けよ。あ、行けっつってんだろ。加藤よ、な、いじめてんじゃねえよ、新人イビリを。うん、見てたよ、俺。ねえ、何も悪いことしてないじゃん。うん、お前が首だ、お前が。ね、言いました、うん、言いました。言った？言いました。はい、オッケーオッケー、ありがとうね、はい、うん、戻って。すいません、戻る戻る。僕は本当にこれでいいのだろうか。僕の人生はいつもそうだ。バイトで調子に乗っている女子大生さえ扱うことができない。ううん、そんな俺は変わりたい。今日こそ変わるんだ。よし。おい、あ、てめえ、なんだよお前。てめえ、なんだよてめえっつったか。なんだよ、言ってみろよ。おい、その口があんだったら言ってみろよ。おい、休憩中にビールを飲まないでください。あいつも調子乗り始めたな。え、何してんの？私ごめんなさい。何してんの？ね、分かんない。うん。